エアトレインはオーストラリアクイーンズランド州ブリスベン市で鉄道路線を運営している鉄道会社である。QR の路線モートブリスベン空港とをつなぐ空港連絡鉄道を運営しており、列車は QR シティトレインと直通運転し、ブリスベン市中心部やゴールドコースト市まで運行されている。エアトレインよび QR シティトレインにエアポート線の路線図、黄色の部分が エアトレイン、橙々色の部分が QR シティトレインである。国内線ターミナル駅、エアトレイン車両、ブリスベン国際空港駅にて、エアトレインの路線は、QR ノースコースト線のイングルジャンクション駅、トゥーンブル駅間で東に分岐し、ブリスベン空港の国内線ターミナル駅に至る 8.5km の高架の路線である。全区間がブリスベン市内にある。 2001年5月に開業し、オーストラリアで最長の高架橋となった。途中には、国際線ターミナル駅がある。国際線ターミナル駅国内線ターミナル駅間は、複線であるがそれ以外の区間は単線である。すべての列車が国内線ターミナル駅を四重二とし、シティトレインエアポート線と直通運転する。 ほとんどの列車はさらにその先のゴールドコースト線まで直通するが一部にはローマストリート駅を四十二とする列車や他方面と直通する列車もある。日中の運転間隔は30分間隔である。車両はシティトレインのものが使用される。エアトレインの独自の車両はない。ありがとうございます。